は、スキャンダルのボーカル春菜です。ギターのまみです。今日はこれからギターを始めようと思ってる人に向けてギターの魅力をお伝えする動画を撮っていこうと思うんですが、タイトルは、Start Your Journey。 この動画であなたも音楽の旅を始めようというタイトルです。改めてこういう動画でギターを解説するっていうのはあんまりないことなので。ない ね、まあ、ギターとは何ぞやっていうこと話していくけど、そこまで細かいこと話したこともないよね。そうだね、なんか、まあ、私たちも15年ぐらい前に始めてからやっているので、なんかその時の話とかも踏まえながらやっていけたらなと思うんですけども、最初にギターを触った時のこと覚えてる？最初にギター触った時か、あれは高校生か、でも高校1年生の夏休み前、あの私たちはダンススクールで結成してるんですけど、その当時通ってたダンススクールでこうギター持ってるって言われて、でいや持ってないですって言ったら、明日どうにか手に入れて、そうスクールまで来てって言われて、ね、ガールズバンドを作りたいんだっていう話でね、まずは一曲弾けるようになろうっていうのをモチベーションにして、そうだね、ね、やり始めましたね。何が難しかったその時？左と右のその手の動きをリンクさせなきゃいけないのがすごく難しくって、ここのコードを4回鳴らしたら次のコードに4回行ってって、どこのタイミングで動かしたらいいの、って。わかるわかる。コードチェンジがね、そうそう難しかった。大変だった。し、なんかその、じゃあまずはイントロだけでも全員でできるようにしようみたいな。すごいまあゆっくりではあったけど、なんかでも一曲全員で完成できた時の達成感みたいなのもすごかったなって。なんか初心者の頃はやっぱりもう得ることばっかりだから、そうだね、そう吸収できることがいっぱいあって、すごい毎日楽しかったのを覚えてます。まあそもそもギターとは、多分初心者の人って、ギターとベースの違いとかっていうのもあんまり分かってなかったりすると思う。私も分かってなかったし、自分たちがそうだったから。まずはギターは6本の弦を鳴らす楽器ということで、そのギターの中でも大きく分けて2つあるんですが、さて何でしょう？2つ、ギターの種類、ギターの種類ですね。エレキギターとアコースティックギター。正解です。ありがとうございます。そうなんです。アコースティックギターはギター1本で音を鳴らせるんですけども、まあ、ここに置いてあるエレキギター、エレキギターはケーブルを挿してアンプにつなぐと音が出るというアンプね、ギターです。ここにも置いてありますけど、そう、アンプはいわゆる、まあ、スピーカーみたいな感じなのかな、そうですね、ここのケーブルのことはシールドっていう風に呼ぶので、あの楽器屋さんとかに行って、あのこれが欲しいなと思ったらシールドをくださいっていう風に頼むといいと思います。今まみちゃんの横にアコースティックギターもありますけど、アコギとエレキの違いはどうですか？そうですね、まあ、でも見た目としてまずこう穴が開いてるの見てわかると思うんですけど、これ中が空洞になってて、でエレキよりも軽かったりとか、弦がちょっとエレキギターよりも太くて硬いっていうのもあって、でもすごいパワフルな音がなって、本当にそのシールドにつないで音を出すこともできるんですけど、つながなくてもこれだけでも結構迫力のある音が出せるのも特徴なんですけど、あとはボディがすごい分厚いですね。エレキはちょっと薄いんですけど、見た目で言うとそういった違いが、あるかなと思います。
なんかさっき言ってたその弦がちょっとアコースティックギターの方が太いので、うん、最初に、ね、そう、うん、アコースティックギターで練習するとエレキギターを持った時にちょっと弾きやすい感覚があるかもしれないね。そうだね、うん、さっき、はい、アコースティックギターとエレキギターの差はアンプにつないで音を出せるかどうかっていうことだったんですけども、うんうん、エレキギターの方は、まあ、そのこの弦の振動を拾うマイクのような役割のピックアップっていうのがついてますね、うんうん、はい。その他にもそういろんなパーツから成り立っていて、うん、例えば、まあ、ヘッドとかあとは、まあ、このボディですね、うん、とか、まあ、そのペグだったりいろんな、まあ、ボリュームだったりとかあるんですけど それの形が違ったりすることで、うん、エレキギターの中でもいろんなギターの種類に分かれていく、うんうん、はい、ということなので、じゃあせっかくなんで、うん、もうシールドもアンプにつながっていることです、はい、ちょっと音出してみますか。はい、つないでるんですけど今、うん、ちょっとボリュームを絞っていて、はいはいはい、うん、もうこのエレキギターの素の音でいうと鳴らすと、うんうんうん、まあ、あの聞こえるは聞こえるけど、そうだ、ね、例えばこれがステージになってて、うん、ね、ちょっと遠いところにお客さんがいるときだと、うんうんうん、まあ、聞こえないよね、うんうん、でもそれをこのアンプに通すと、うん、という具合にはなります、うん、そうだね、うん、またこうエレキギターのいいところはこうやって、まあ、アンプにもよるし、うん、あとはエフェクターをつないでいろんな音をを出し分けることができる、うん、そうやって、まあ、アンプだったりとかエフェクターとかを、まあ、自由に使い分けて自分好みの音を出せるっていうのもエレキギターですね、はいはい、じゃあせっかくなので、はい、2人で弾いてみましょう、うん、ということで、まあ、今日はエレキギターについてもお話ししていたので、まあ、2本あるとどういうことができるのかっていうのをちょっとここでやってみたいと思います、はい、じゃあまずはバッキングギターからやってみます、はい、うん、バッキングギターっていうのが、うん、っていうあのリズムを刻む役割をするギターのことですね、うん、これをベースで私が弾きつつ弾きつつでリードギターメロディーを奏でるギターを弾いてるんですけど弾いてみます。なので全く違うことをやってるんですけど、そうそうそう、でも同じところを弾いている楽曲の中で、ね、そう楽曲の、うん、そうを弾いているので、まあ、これを合わせるとどういう感じになるのかっていうのを一緒にやってみたいと思います。はい、ちょっと歪ませております。感じになります。きっとこうギターを始める時って楽しみもいっぱいあるけど、うん、覚えなきゃいけないことがいっぱいあったりして、うん、そうだね、ね、悩みもあったりすると思う、うんうん、けどなんか実はなんかギターを選ぶ時ってかっこいいからとか、うん、なんか
見た目が好きだからとかっていうところから選んだりすることも多いんじゃないかなと思って、うんうん、だからなんかそんなに知識が豊富じゃなくても、うん、あの全然手に取っていいんだよっていう、 そうね、うん、ことを伝えていきたいなと思っていて、まあ、私も実際そうだったし、ギター選びのポイント、うん、まみちゃんはどういう感じで最初選んでった？それこそもう最初は見た目、うん、そのピンク、パステルピンクの可愛いギターがあって、うん、もう可愛いからこれっていう感じだった、うん、だからそのギターからどんな音が鳴るとかももちろん知らなかったし、うん、なんか思想をね楽器屋さんでさせてもらったけど、それが何なのかさえも分かんなかった、うんうんうん、あ、ギターってこういう音が鳴るんだぐらいの、うん、なんかそういう感覚だったから、うん、最初はだって本当に音のこととかも全然分かんないし、うん、だからなんかそういうのが分からなくてもまずはフィーリングで、あ、これいいかもって思ったものを選んで大事に使うっていうのがいいんじゃないかなと思います、うん、初心者の方に向けてのギター講座でしたけども、はい、15年前を思い出しながらなんか自分たちも改めてギターとはこういうものだっていうのを噛み砕いてお話しすることってやっぱそんなにないので、うん、なんか、あ、そうだよなと思いながら今日はやりましたね、うん、私自分たちも改めて勉強になるよね。そうなんです。今後も、まあ、少しでもね参考になるような動画を配信していきますので楽しみにしていてください、はい、それではまたお会いしましょう、うん、スタートユアジャーニー、スキャンダルのボーカル春菜とギターのまみでした。バイバーイ。